アムステルダムの広場で逮捕される新アダム派信者たち、アダム派は2世紀から4世紀に北アフリカに存在したキリスト教の初代教会の一つ、中世のヨーロッパで一時的に復活した、全裸で儀式を行うのが特徴的。アダムとイブの原始的な無さを取り戻すことを目的に2世紀に始まった。起源には複数の説がある。肉体的欲求を根絶するために、 単純な作法を採用し、結婚を廃止している。彼らは自分たちの教会を楽園と呼び、聖なるヌーディズムを実践している。中世ヨーロッパで競技が復活した。13世紀のオランダの自由心霊教大団や、ベルギーのベギン会、15世紀のボヘミアのターボル派が有名。常にキリスト教主流派から阻害されていた。ターボル派は1419年に、 神聖ローマ帝国の権威に対抗するために始まった。彼らの一部がボヘミアアダム派として分離し、町や村でも裸で生活するようになった。彼らはゴッド・デュエルとイン・ザ・セインツ・オブ・ザ・ラスト・デイズと伝道し、排他的な結婚を罪と考えた。ノーマン・コーンはターボル派は厳格な一夫一妻制だが、アダム派は自由な愛を規則とした。 アダム派は儀式以外でも裸が多くターボル派からは自ら稼ぐこともしないと批判された。と述べた。ベギン会はボヘミアでピッカーズとなりネザールか川の島を購入して独自の社会を築いた。1421年、フス派指導者のヤンジシカはこのアダム派共同体をほとんど皆殺しにした。1422年、アダム派は ボヘミアとモラビア全土に拡散したが、特にフス派に憎まれた。これはアダム派が、性変化や死災、生産を否定したためである17世紀の心境、と革命の記録にも、アダム派は、現れている。1781年以降、神聖ローマ帝国のヨーゼフ2世の直命に、抵抗して、ボヘミアの各地でアダム派が復活した。1849年、中央政府に、 最後のアダム派が自圧された。1958年に、この内紛は映画化された。ありがとうございます。